また治安局から通知？営業ライセンスはちゃんと更新できそうだったのに、なんでまた行かなきゃいけないの？それならグズグズしている場合じゃないだろう。すぐに用事を済ませてしまえば。そういえば、こないだポッターヒルを借りてったネズミのお姉さん、どうしてるかな？トアちゃん、お店の方はお願いね。ネズミのお姉さんが返却に来るかもだから、名前を聞いといて。颯爽とした感じの美人さんだからね。うちに入会してくれたらもっといいけど。誰かがあたいに会いたがってるわね。誰かしら。ジェーンのアミゴ、やっとお戻りで。寂しかったんですよ。あんただったのね。がっかりだわ。お望みの品はこれでいい。おお、やった！ポッターヒルの HD リマスター版、しかも20秒の特典映像付きじゃないですか。で、早速じっくりと。ごゆっくり。飛び散る血しぶき、ちぎれ飛ぶ手足、あんたも大満足の刺激強めなシーンが満載だって。どうしたの？急に怖くなっちゃった？まさか。ああ、そういえばまだ当番だったなと。やはり真面目にやらないとですからね。まあ、しばらく見張りをして、引き上げてからでも遅く。おい、なんでまた人質を牢屋から出してんだ。ノア、ジェーンの兄は戻られてたんですね。ご苦労様です。こっちは人質を便所に連れて行くところです。また便所か。何回行けば気が済むんだ。お前たちのせいだろ。あれから本当に3倍の水を飲ませやがって。こうなるに決まってるだろ。牢屋で直接したら解決だろうが。はあ？お前には羞恥心ってもんがないのか。みんなが見てる中でしろってのか。まあ、もう何度か解決してるんだ。ただ、これ以上は牢屋がな。おい、言うな、そんなこと。連れてってあげなさい。治安官の坊やにも尊厳ってものがあるんだから。そうそう、エーテリアスがいるかもしれないし、見張りを何人かつけてあげようかしら。いやいやいや、便所はすぐそこだし、あれものお気遣いは不要です。それにこの辺の裂け目やら近道やらは隅々まで知ってますから、すぐに戻ります。
か戻ってこないわね。ねえ、あんたたち人質には何を食べさせてるの？え？そりゃあ、アッシラと一緒でさ、乾パン少しと水が少し。ああ、そうそう、ジェーンの姉子の言いつけ通り、あの治安官のガキにはたらふく水を飲ませてます。食いもんも一番まずい魚の塩漬け味のビスケット。薬は禁止管剤のことですかい？あれも言われた通り量を減らしたやつを一回だけ、それっきりでさ。ならどうしてこんなに遅いのかしら。まさか髪がないとか。大変だ、見当たらない、どこにも。やっぱりな。あらよ、ちり紙はいつも持っとけってのがおふくろの教えなのさ。え、か、紙？そうさ、便所に紙がねえんだろ。何言ってんだ、人だよ、人が消えちまったんだ。え、人質に見張り、あの治安官も誰もいない。便所の近くにいた見張りは気絶させられてた。見張りの誰かが俺たちを裏切って人質と一緒に逃げたんだ。何ですって。見回りのやつがもうボスに報告しに行ってる。ボスは裏切りを絶対に許さねえ。きっとすっ飛んでくるぜ。とっととあいつらを捕まえねえと全員が痛い目を見ることになる。あの坊やが誰かを説得して寝返らせたのかしら。追跡はあたいがやるわ。あんたたちはトロインだから、ここに残ってボスをお迎えしなさい。へっへい。とんだサプライズだわ。この先ね、逃げ足の早いこと。あの無鉄砲、トラップを全部作動させたのね。俺は対人クラスター爆弾の光線レーザー、回避に集中すべきね。この気配、エーテリアス、よかった彼らは襲われてないみたい。ちょっと、うん、発揮。
な状態でビルの奥まで行っちゃったの。やるわね。あの無鉄砲バカはどこ？光線レーザー、尻尾が焦げちゃうわ。彼らは目の前ね。急ぎましょう。セスの兄貴、あれで木に弛緩剤を打たれてるってマジか。なんで俺たちよりも早く走ってられるんだ。筋肉なんてものはな、理屈を叩き込んだらあとは一発鞭を打ってやるだけで必ず動くんだ。一体どこの世界の筋肉だ。ダメだ、もう走れない。ほら頑張れ、もうすぐ出口だって言ったのはお前だろ。いや、もう着いた。ここが出口だ。なんだ、そうだったのか。さあ、市民の二人、君たちが先に出るんだ。いいんですか？治安官さんこそ体が万全じゃなさそうですし、先に出るべきでは。俺のことは気にするな。時間がない。君たちが先に逃げろ。さあ早く。ありがとうございます、セス治安官。あなたがいなかったら私たちはきっと今頃。治安官ならみんなこうしたさ。ほらよし、お前の番だ。どうした？セスの兄貴、俺マジで出てもいいのかな。本当に足を洗えるだろうか。俺みたいな奴にまだチャンスがあるんだろうか。それは俺が決めることじゃないけど、お前がここに残るなら永遠にその答えを知ることはない。ありがとう、セスの兄貴。俺は待ちなさい。くそ、追ってか。俺は足を洗う道を選んだんだ。ジェーンのあれもそうした方がいい。
黙って聞いて。あんたたちにはまだ他の道が。他の道だと。いやいや、山獅子のレイザの後ろにいろ。ストリートの掟、組の掟、俺様の掟、どの掟に照らそうが裏切り者は許されねえなあ、ジェイン。こいつらに他にどんな道があるってんだ。もちろん投降して服従することよ。ほう、裏切り者は死ぬより過酷な罰を受ける。それが起きてだ。だがジェーンに免じてチャンスをやる。貴様、その治安官をやれ。そうすれば軽い罰だけで容赦してやる。3秒で決めろ。3。2。1。お断りだ。道を拒絶した。ジェーン、どうするか分かってる。放せ。そいつに手を出すな。チャンスが欲しいんだ。やめろ、ジェーン。やめてくれ。君はまだ引き返せる。言い残すことはある？俺は人生をやり直す。そうね、できる。やめろ。焦らずとも、次は貴様だ。ジェーン、貴様もか。起きてを軽んじると。違うわ、ボス。じきに来るのよね、このあたいに昇進の時が。
何が言いたい。あたいたちは今絶好調。治安局だって止められやしない。ここで潰しちゃうのはもったいないもの。ならどうする。彼が来た、つまり今がその時よ。あたいの力を証明して地位をつかむために決闘させて、ねぐらでね。チェン、調子に乗りすぎんなよ。決めるがボスだ。みんな知らないでしょ、巷で噂になってるの。山獅子、治安局の前じゃただの子猫じゃないってね。兄弟にしのぎ縄張りまで日に日にやられて、それであたいたちは逃げて隠れてネズミみたいに息を殺してる。獅子の誇りはどうしちゃったの。この治安官は組を鼓舞するチャンスだわ。決闘でよその組に知らしめるの、獅子の恐ろしさってやつを。子猫は嫌でしょ。ボス、チェーンのあれこれ言うつもりで。そうだボス、もう我慢することはねえや。我ら山地チェーンのあれこれやっつもり。治安局を潰せ、山地最強。レイザー様、決断を。ネクラの準備ができ次第人をやる。それまで目を離すな。はいボス。英断ねボス、失望させないわ。どうにかここまで来れたわね。セスの処刑を回避しつつ、彼を餌にして山獅子組のアジトに行く資格を得た。脱出のための物資もあるし、ルートも万能カードキーも問題ない。あとは決闘までにセスを救い出す方法さえ考えればいい。見張りの子も一応通路の仕掛けが警告してた裂け目の方に落としておいたけど、
彼この辺の裂け目を使った近道に詳しいって言ってたし、それにかけるしかないわね。お願いだからどうにか無事でいてほしいわ。これはこれは、あの親衛隊候補山獅子組切手の生え抜きであるお前が、夜にもよって神頼みか、ジェーン。決闘が何事もなく終わるようにね。あんたこそ山獅子組の誇り高き親衛隊様が堂々と盗み聞き。誰に向かって口を聞いてるのか理解できてるならそれでいい。ボスの命令だ。獅子のねぐらに案内してやる。もう準備は全て終わったの？決闘の前に身を清めたり掟を暗唱したり、そういうことはしなくていいのかしら。あと体にライオンのお絵描きをするとか。あら、ただの冗談よ、親衛隊さん。そんなに怖い顔しないで。獅子のねぐらにつながる裂け目を通る。すぐに行くぞ。わかったわ。今荷物をまとめるから。すぐにと言ったろ。出発だ。そんなに急がなきゃいけないの？ねぐらが逃げるわけでもないんだから、お化粧を直すくらいはいいでしょ。組の掟を軽んじるのか？ジェーン。わかったわ、すぐ行くわよ。案内よろしくね、山獅子の親衛隊さん。チェ、想定より早すぎる。脱出用の物資を回収するのは間に合わないわ。悪い予感がするわね。脱出計画はアドリブでやるしかなさそう。ここはゼロ号ホロー。獅子のねぐらはこんなところに隠されてたの？最も危険な場所は最も安全な場所でもある。治安局の臆病者どもは危険な場所に入りたがらないが、俺ら山獅子組は恐れを知らないからな。なるほど。ゼロ号ホローにつながる強制ホローの安定した裂け目を知ってたのね。逃げるときはゼロ号ホローのこっち側に忍び込んでたんだわ。治安局がいくら探してもダメなわけね。中継地点に対侵食装備がたくさんあったのも納得だわ。ゼロ号ホローへ潜伏するときに使うものね。嵐が過ぎ去るのを待ってまた裂け目から脱出するまで。大胆不敵ね。恐れ入ったわ。
こんなに危ない策略を巡らせてたなんて。羨むことはない。お前もすぐその大胆不敵な集団の一員になる。その資格があればの話だがな。ちょっとどういうつもり。決闘の場はこの先の階段を登ったところだ。その前にいくつか条件をクリアする必要があるがな。待って、そんな予選があるなんて聞いてないわ。ボスが認めりゃお前は親衛隊になれるが、だからって山獅子組の兄弟たちが認めたことにはならねえ。組での地位を勝ち取りたければ決闘の場には自分の足だけで行きな。これも掟だ。こんなのも掟なわけ。決闘の前に消耗させようって魂胆が見え見えよ。うん、掟は掟。神頼みが通じてるや。こんな試練はわけないはずだ。せいぜい頑張れよ、期待の新入り。お前の活躍を楽しみにしてるぜ。また権限カード集まるの。調査を始めようかしら。目標はあそこね。今だわ。別のことして遊びましょう。能力のかけらもない昇進試験ね。すみません、ジェンの姉御、これもお手なんで。いいわ、すぐ終わらせるから。私の権限カードを手に入れたわ。ドキ！そう簡単に親衛隊になれると思うね。あんたたちを倒せばいいんでしょ。簡単じゃない。激しめに行くわ。
このまま先へ進めそうね。待ち伏せね、バレバレよ。よし、二枚目も手に入れたわ。最後の一枚を探しに行きましょ。まだ終わりしましたね、ジェーンのあの色。あんたまでいるの、手こぎしないわよ。俺様の出番だ。あんたは深淵に触れちゃった。あら痛そう。すぐ終わるわ。よし、三枚揃ったわ。とっとと昇進しないとね。レーザー様、これはこれはサプライズね。試練を通過したお祝いに来てくれたのかしら。治安局の坊やも一緒のような。ジェーン、ヤツらは黙ってろ、治安局の雰囲気やろ。ちょっと加減してやってよ。こいつの後で、あたいの勲章になるんだから。兄弟たちには、あたいの名で歓声をあげてほしいの。治安官を打ち負かす喜びを分かち合うためにね。それが死にかけじゃ、興ざめのいいとこだわ。ジェーン軍、山獅子の新たな治療。貴様は昇進への道を踏破し、兄弟たちに認められた。新兵隊として、俺様の右腕になる資格がある。光栄よ、ボス。だが、決闘で正式にその地位を勝ち取る前に、もう一つ最後の準備がある。なんなりと。でもその前に、またお得意の不意打ちね。あんたの地位をあたいに脅かされるのがそんなに怖いのかしら。それもしたって
ボスの前で小細工しようなんて、ちょっと焦りすぎじゃないかしら。俺はただお前の片腕を使えなくしようと。正直に言えば許してもらえると。幼稚園を卒業してもう20年は経つでしょ。親衛隊のお友達さん、自分でボスに申し開けしてごらん。その必要はないのさ。なぜなら、レイザーさん、どうして？ジェーン、決闘ではこのボスに負けろ。その後で俺様が直々にこいつをやる。貴様が十分な働きをすれば、決闘の後すぐ新エリートの病院に送るよう計らってやる。それが昇進にあたって貴様に課す掟だ。もっともらしい演技をして、その上でわざと負けろですって、そんな馬鹿げた掟があるかしら。だが10年後の点を履き違えている。決闘の起きて、昇進の起きて、俺様の起きて、肝心なのは起きてではない、俺様だ。この俺様レイザーこそが唯一の権力にして、唯一の解釈であり、唯一のリーダーなのだ。俺様こそが山獅子組である。俺様だけが山獅子組を体現できる存在だ。必要なのはこの威厳を守る盾である。野心の匂いをプンプンさせたネズミなんかじゃねえ。俺様に二度も口を出し、俺様の組織で自分の力を誇示しようとしたら、すぐに勝利しなかっただけでも怪妙ってもんだ。だからこうして今、与えた命令を遂行するよう命じている。分かったか。それでこんな猿芝居に打って出たわけ。メンツと地位を脅かされて怖くなったってだけで。あたいはてっきりあんたに秘密を知られちゃったのかと思ったけど単なるまぐれだったわけね。秘密？何のことだ。
の小さな肝玉に見合ったちっぽけな野心だわ。路地裏で縄張り争いをしてる野良猫たちのボスってとこかしら。笑えるわね。その鼻持ちならない傲慢さ、貴様のうんざりするところだ。だがどうでもいい、今は時間がある。俺様の掟というものを叩き込んでやろう。ズルが大嫌いだ。散々聞いたし耐えても来た。義のあるふりをして平気で仲間を手にかける強欲な悪党め。ジェーン、分かっただろう。これがこいつらの本性だ。俺の提案を飲んでればこうはならなかった。今から飲む。なのにお前は。待て、今なんて。提案を飲むわ。足を洗ってやり直すでしょ。いいわ、乗った。は？本気よ。両手に力を入れなさい。ダメだ、筋弛緩剤が。あれ、切れた。力も戻ってる。なぜ？カッカして汗をかいておトイレにも行ってたじゃないでしょ。トイレは余計だろうが。出すもの出して。代謝が良くなったから薬が切れたのよ。どうりで水がたくさんだ。ジェーン、裏切るのか。聞こえてたでしょ。あんたの茶番にはうんざり。あたいはもう出たくわ。ちょうど鍵もあるし。カードが。貴様、殴られた時。そうかそうか。ああ、いい。ネズミを潰せば同様に威厳を示せる。見せてやろう、山獅子の長い怒りの思いか。遺言はあるか。手を貸すぞ。悪党の敵討ちにここまでやるか。レイザーの影響力を甘く見てたわね。おいしろ、
この先裂け目の出口は一つだ。奴らを行かせるな。ゴールは目の前なのに。ジェーン、まさかお前がボスを陥れようとしていたとはな。俺様は最初からなんかおかしいと思ってたんだ。はいはい、後出しなら何とでも言えるわよね。すっかり威勢がいいじゃない。レイザーがいなくなった今、あんたがボスってわけ。生意気ね。死に損ないが舐めた口利くじゃねえか。ボスに手を出したこと後悔させてやるぜ。口を開けばボスがボスがって、あんなのに金魚の糞みたいにくっついて、どこがそんなに気に入ってたわけ。毎日大声で怒鳴られるのが快感だった。だって事実でしょ。レイザーがあんたにいい顔するとこなんて見たことないの。それでもいいって言うんだから、あの男にパパの面影でも見てた。おいジェーン、もうその辺でよくないか。治安官さんも、あんたはもうダメだってさ。権力を傘にいじめられてた日々がとっても恋しいみたいだから、あんたのことパザコンって。待て、俺はそんなこと言ってない。レイザーを親父だと思ってなわけじゃ。だーん、分かってる。物の例えに決まってるだろ。これ以上あのドブネズミの好きにさせてたまるか。こっちは包囲してんだ、やっちまえ。今後あなた方が話すことは全て法廷で証拠として扱われます。なんとか間に合ったみたいね。主演班長、チーイー先輩、みんな、あいつも無事だったのか。一体どうやって。あなた方は包囲されています。速やかに抵抗をやめなさい。Thank you.
新栄先輩もあくびするんですね。だって玉具なのに。さにあらず、疲労困憊は一種の精神状態であり、肉体のあるなしによるものではない。言うなればあくびとは、退屈極まった末に発せられる魂のゲップと言えよう。そしてこれは映る。まさか班長が表彰式から戻ってくるまで俺は絶対に。しまった。ふふん、先輩の言うことは信じるべきであるぞ。退屈同士ちょうどよい。セス坊、もう一度あれをやってはくれぬか。俺は嫌ですよ。恥ずかしがることはない。我が温度を取ってやろう。古本班長、聞いてください。こいつは山獅子組の親衛隊ジェーンです。今回の確保対象ですが、足を洗うように俺が説得しました。俺の名誉に誓って、こいつには更生の余地があります。どうか信じてください、班長。新一先輩、もう勘弁してくださいって。叱るの地終焉が。セス君、紹介するわ。彼女は私たちと協力関係にある犯罪行動学の専門家、ジェーン・ドゥよ。今回の作戦には内密で参加してもらっていたの。ごめんね、今回はいろいろと複雑で。また後できちんと説明するわ。班長、あっちはもう終わったんですか？っていうか、なんでそんなにはっきり覚えてるんですか？あの時のセス君の顔は面白かったわね。あまり落ち込まなくていいわ。この作戦が無事成功したのもあなたとジェーンが頑張ったおかげなんだから、元気を出して。してそのジェーンはいずこに？極秘のものとはいえ、何故表彰式に顔を出さぬのであろうか。何やら彼女を必要とする別の案件ができてしまったみたいで、もうすでに準備に取り掛かっているのだとか。ですが先に恩返しを済ませると言っていましたよ。まだ傾いてるかい？もうちょっと左かな。あ、やっぱ今のなし。もうちょい右？リン、それもう3回目だぞ。僕はただこの営業許可証をまっすぐ壁にかけたいだけなんだ。よくわからないならフェアリーに見てもらった方がいい。もうどうしてそんなこと言うの？曲がってないかなって大真面目に見てあげてるんだけど。わかったよ。ならこれでどうかな？もうちょっと左？やっぱり右？悩むな。
悩むわね。でもすっごくいい笑顔してるわよ、妹ちゃん。あれ、前にポッターヒルを借りに来たネズミのお姉さん。覚えてくれてて嬉しいわ。お仕事の邪魔しちゃったかしら。じっとも、実はちょっとお兄ちゃんをからかってただけなの。だって二人で街をぶらつくたびに晩ご飯をラーメンにしてこようとするんだもん。なるほどね。降りてきて大丈夫よ、店長ちゃん。ちっともずれてないわ。ふう、手がそろそろ限界だったんです。助けてくれてありがとうございます、お客さん。ビデオの返却ですか？そうよ、ここで借りたポッターヒル、確かに返すわね。わかりました。うん、特に傷なんかもないようですね。ではデポジットを払い戻すので、もう少し待っていてください。それでどうだった？お友達は満足してくれた？ん？お友達って？あれ？借りてくときお友達のためって、ほら、度胸があるふりをしてるけどハッタリっていう、うちのお兄ちゃんにそっくりな人。リン、聞こえているからね。あー、そんなこと言ったような気がするわね。でもごめんなさい、あたい本当に記憶力がダメなの。せっかく一緒に選んでくれたのに、感想を聞くのも忘れちゃうなんて。そうね、お詫びにここで一番高いランクの会員になるわ。プリペイドカードも上限いっぱいのやつを申し込もうかしら。あとは友達にこの店を宣伝しておくってことで。どう？お姉さんは全然ダメなんかじゃないよ。私の記憶力の方が問題かも。喜んで会員になるお手伝いをさせて。ご支援ありがとうございます。プリペイドカードの用意ができました。お名前を伺ってもいいですか？そうね、ジェーンって呼んで。